皆さんこんにちは、こんばんは。緊急速報です。ドラクエ3 HD2D リメイクなんですが、なんと全世界売上1位ということで、とんでもないことが起きています。何が起こっているのか皆さんと一緒にですね見ていきたいなと思います。そしてですね、 V ジャンプの攻略本皆さん買いましたか？まあ売り切れになってるわけなんですが、僕もですね、やっと届いたということでですね、まあ記念に買わせてもらったんですが、内容ね、ちょっと目次とかもそうなんですが、チラチラ見てたんですけども、これね、なかなか素晴らしいですよね。まあ何が書かれているのか、ちょっとネタバレ抜きでですね、こんな感じですよって紹介していきたいなと思います。そしてね、Amazon でドラクエ3 HD2D リメイク買った方がですね、届かないんですよって悲劇が起きてるということで、コメントたくさんいただきました。X でもですね、届かなかったということでですね、何が起きているのかいろいろね、見ていきたいなと思います。それでは早速やっていきましょう。ということでですね、発売から20時間近くですか、ぶっ続けでやってまして、気がついたらですね、倒れるように寝てたわけなんですが、こう寝ないようにね、立ちながらやってたんですけど、ちょっと疲れて座った瞬間に寝てたということでですね、その間にとんでもないことになっております。こちら見てください。Steam なんですが、全世界売上、こちらランキングなんですが、見てください。なんとドラゴンクエスト3、そして伝説 HD2D リメイクなんですが、第1位です。おめでとうございます。とんでもないことになっております。こちら、これね、ここまで売れると予想してなかった人の方が多いんじゃないんですか。こちらですね、 2,3 日前ですか、1日2日前はまだこれ4位ぐらいだったんですよね。で、1位になるかなって話だったんですけども、13日とか12日に、ね、発売したゲームが結構あったんですよ。そしてちょっとこちらね、2位のゲームで言うと、これ 70% オフなのかで、ほぼセールが多いわけなんですが、そんなね、はい、他のタイトルありますけども、 Steam でですね、はい、全世界1位ということで、これとんでもない売り上げになってるのではないのかなと思いますよね。これね、まあ、全世界売り上げということで、ちょっとね、あの国別もちょっと見れるんですけども、ちょっとこちらとね、今ね調べてきたんですが、こちら日本で1位で、アメリカだと11位なのか、そして台湾でも1位ということで、なんで台湾なのかなと思う方いらっしゃると思うんですけども、台湾ね、ドラクエ人気なんですよ。で、去年でいうとモンスターズのランキング、海外のランキングと台湾でもね、1位でめちゃくちゃ売れてたって話だったわけなんですが、全世界でですね、めちゃくちゃ売れてて、総合的に1位になってるということで、本当におめでとうございます。で、これね、何がすごいのかというと、いや、びっくりしてる人もいると思うんですけど、これね、36年前のゲームなんですよ、ドラクエ3って。で、その後いろいろリメイクされて、まあ、でっかいリメイクでいうとスーパーファミコン版ね。ね、そしてで、ゲームボーイカラーですか。で、あのドラクエのね、123のロトシリーズパックみたいなの確かね出ましたね。で、他にも言うと、リマスターになるのかな。で、プレステ4とかにも出てますよね。で、まあいろいろね、リメイク出てるわけなんですけどもね、36年前の作品にもかかわらず、ここに来てですね、全世界売上1位ということで、これね、ほんととんでもないことだと思います。そしてね、こちら見てほしいんですけども、 Amazon の売れ筋ランキングなんですが、これですね、ちょっと紹介してなかったんですけども、11月の13日の時点でですね、こちら8万点言ってました。で、売り切れが始まってたわけなんですけども、8万って言ってました。で、現在なんですが、これね、注意してほしいんですけども、買うことは買えます。はい、僕ね、買うことは買えます。今、いつも言ってましたが、ただね、こちら見てほしいんですけども、届くのが11月の28日ということで、これね、他の動画でも言ったんですけども、モンスターズでも同じことが起きました。発売してからね、あれ、12月のですね、1日ぐらいに発売したんでね、去年の。だったんですけども、発売してすぐにですね、半月間ぐらいですね、半月ぐらい在庫がないという状態がなったわけなんですが、今回もそんな感じになるんじゃないのかなって話だったんですが、同じようになりましたね。これどんどんはなんかずれていきそうな気がします。そして値段もなんですが、上がりましたね。6282円ぐらいだったと思うんですが、7000円ぐらいに戻したということで、完全に在庫がない状態です。この話をするとですね、買えますよって、売り切れになってませんよって結構言われるんですけども、買うことはできます。はい、予約することはできます。ただ届くのが遅いということで、今買ってもですね、半月近く届かないということで、購入する方ね、注意してください。ということで、もう一回ランキング戻りますけども、全世界で1位で、他にもね、いつもご紹介しますけども、任天堂ストアでも1位、プレスストアでも1位で、楽天とかでも売り切れということで、とんでもないことになっております。でですね、
ゲオとかわからないんですけど店舗でも売り切れてるって話も聞きますし、まあね、まずですね買いたい方は店舗に電話してもらってあるかどうか確認してもらってですね、週末はいネットでこんだけですねもうないということで、僕このままですね週末はですね店舗でもなくなってくるんではないのかなと、ドラケモンスターズ3でも同じようになっていたので、買いたい方はですね早めに店舗に電話して在庫ね確保をよろしくお願いします。そして、ね、やっぱ気になるのは海外の人でどう思ってるのかなということで、こちらスチームのサイトのですねレビューちょっとね見ていこうかなと思うんですけども、今現在レビューで言うとですね非常に好評ということになってますが、ちょっとねレビュー一つねご紹介しましょう。こちら見てください。こう尋ねる人もいるかもしれません。ドラゴンクエスト3を始める前にまず1と2をプレイする必要がありますか？いいえ、ドラゴンクエスト3はエルドリック3部作のですね最初のゲームなので、最初にプレイしてから1と2をプレイすることをお勧めします。長い間待っていましたが、ついに私の一番好きな JRPG であるドラゴンクエストの正式な HD2D リメイク版ができました。リメイク版は見た目も音もプレイも最高です。愛すべきクラシックドラゴンクエストのリメイク版がもっと出てほしいです、ということでですね、日本のファンの方も皆さん同じ意見だと思いますね。この HD2D リメイク素晴らしいでしょうね。作り込みもそうなんですけども、これ見てね、まあそりゃ3年4年かかるわって僕もね思ったわけなんですけども、このクオリティでね天空シリーズ出てほしいですよね。で7とか海外で人気なんですよ、あのダークの感じで、ね、なんかねランキングちょっと見たことあるんですよ、海外人気ランキングってあったんですけどね。で見ると1位がね7になったりするんです。7すごいっすよね。なのであの感じでですね、まあ7だともうカメラアングルぐるーって回さなきゃいけないんですけども、ちょっとねスクリーンさん頑張っていただいてですね、まあとにかくまずね天空シリーズで、まあまあ、ロトもですね、あの時系列 で出ているので、まあ、時系列で出るかもしれませんが、もうとにかくね、5とかね、ボイス付きでこのクオリティだったらね、多分皆さん合計すると思うので、ぜひね、天空シリーズ、まあ、来年ね、1&2が出る予定なので、ね、これね、やっぱ嬉しいのが、ね、僕動画こうやって出してきましたけど、ね、まあ、36年前オリジナルが出てますよね。で、まあ、リメイク結構出てるじゃないですか。で、今更売れないよって結構言ってる方多かったじゃないですか。僕もね、もちろんね、言われましたし、まあ信じてはいましたけど、やっぱりね、まあ売れない可能性あるのかなっていう気持ちもありましたよ。で海外でもね、もちろん売れないっても言われてましたけども、海外でも結構売れてますし、 Steam でね1位ということ、これ素晴らしいと思います。なのでですね、この作品がこの売れたということ、このね売り上げがね、これ 1&2 があとどれぐらい売れるのかということでですね、このままですね天空シリーズまでつなげていけたらね、ファンはね喜ぶんではないのかなと思います。そしてですね、攻略もめちゃめちゃいいかもということでですね、僕ですねこちら見てほしいんですが、 V ジャンプの攻略本がですね発売日レジェンダリーガイドブックということで出ました。で先に言いますけども、これ最後までもちろん乗っかっておりません。で完全版はですね12月に出ます。13日だったかな、スクニから出るわけなんですが、で僕ですね中身見るつもりはなかったんですよ。であの記念にね、あの終わった後にね見ようかなと思ったわけなんですけども、一応ね目次があるんでチラチラ見てきたんですけども、でですねこちらねちょっと見てほしいんですが、これなかなかいいと思いますよ、ね、ただね今売り切れなんで買えないと思うんですけども、何が載ってるのかというと職業の特性、はい、なので小さいお子さんとか久々にゲームされる方とかドラクエ初めての方にするとすごくいいと思いました。この職業はこういう感じで育てた方がいいですよみたいな感じのものが乗っかっていたり、でモンスターバトルロードなんですけども、なんかね、こういう風にした方がいいですよみたいなのも載ってました。で全世界のマップも載ってたんですが、これ注意してください、これ超絶ネタバレが含まれてると思うので、僕ちょっとねあっと思ってちょっと閉じましたけども、でハグレモンスターのリスト載ってました。これすごくいいよね、これめちゃくちゃいいと思います。でどこでというか細かいのは載ってなかったんですけども、ここら辺の地方でなんかゲットできますよ的なもの書かれていたので、これはねリメイクとか散々やった人にでもいいかなと思いました。でただ全部載ってるかちょっと分かんないですよ、はい、僕ちょっとネタバレなんでちょっと詳しくちょっと見たくなかったんであれだったんですが、でもう一回言いますけども、超絶ネタバレが含まれてると思うのでちょっとね今から買う人は注意してほしいんですが、ただね買えないよっていう感じの人もいると思うのよ、ネットで売り切れなので。なんですけどもコメントね、たくさんいただきました。書店で売ってるそうです。で今現在ちょっと売ってるかどうかわからないんですけども、まあ欲しい方はですね、まずちょっと店舗でも電話してみてありますかって聞いてもらって、残ってたら買えばいいかなと思います。はい、でとにかくですねもう一回言いますけども、これちょっとリメイクとかやった方にもで、はぐれモンスターリストあったので、
素晴らしくいいと思いました。ね、まずストーリーだけだってやってもらって、その後にこれ見ながらですね、やってね、極めていくのもいいんではないのかなということで、なかなかいい攻略本ではないのかなというお話でした。そして秘宝なんですが、Amazon でですね、購入したにもかかわらず、ドラゴンクエスト 3HD2D リメイクなんですが、届かないというコメントがですね、いくつか入ってました。で、X ちょっと調べてみたんですけども、同じような方がですね、たくさんいらっしゃいまして、こちら見てください、ネットの反応なんですが、おいおい、Amazon で予約したドラクエ3が未発送、ついあさってるけど、俺だけじゃなくて、相当数が同じ状況らしいんだが、これもしかして積んでね。Amazon でですね、予約したドラクエ3リメイクが当日になっても、発送されず、心配しておる。今日ですね、到着しなければ間違いなくブチ切れる。ドラクエ3の Amazon でですね、買うべきじゃなかった。ダウンロード版を素直に買えばよかった。未だステータス配送中にならず、このパターンはいつも夜20時ギリギリ、本間発売日に遊びたい人、絶対 Amazon で買うなということでですね、やっぱ混んでるとちょっと遅れてくるんですけども、で、コメント見ましたけども、19時ぐらいに届きましたっていう方もいらっしゃるし、なんだったら X でね、まだ届いてないっていう方も、発売日に届かなかったということで、なんかね、取り消しになったっていう方もいらっしゃるんですけども、ですね、こちら見てください。もう一度言いますけども、まあ、数日前からですね、買えたんだけれども、ね、カートに入れるんですよ。カートに入れるとですね、入荷未定って出たりするんです。入荷未定というか、届き次第 E メールで届きますよみたいな、お知らせしますよみたいなことが来るということで、これね、動画でも言ってたんですけども、コメントでね、いや買えますよってコメントね、結構入ってるんですが、いや買えるんですよ、買えるけど届かないということでですね、これキャンセルできるのかな。一番いいのは、届かない方もキャンセルちょっとできたらキャンセルしてもらって、店舗電話してですね、あるかどうか確認してもらって、もう駆け込むのが一番いいと思います。はい。ただね、まあ、年末ゆっくりやろうかなって思ってる人がいると思うので、そういう方はですね、買えばいいと思います。Amazon で購入して、まあ、安かったんですけども安くないということ、もしかしたらこれ店舗より高くなってませんか、 Amazon で。ちょっとわからないんですが、とにかくですね、今売り切れということ、今買ってもですね、かなり先になるということを覚えておいてください。ただね、店舗で買えると思うんですけども、週末、今週末ぐらいに売り切れる可能性あるんではないのかなと思います。ただ、これね、ダウンロード版買えよっていうね、結構コメントいただくんですけども、やっぱりね、まあ、いろんな事情でですね、はい、まあ、パッケージ版が欲しいって方いらっしゃると思うんだよね。コレクターの方もそうですし、あとその後ね、売りたいっていう方もいらっしゃると思うんだよね。なのでパッケージ版いいなっていう人もいると思うんですが、もしかしたら週末に店舗でもなくなる可能性があると思うので、購入したい方でね、早めに買った方のがいいと思います。皆さんお疲れ様でした。ということで、改めまして Steam 版なんですが、全世界1位ということで、本当におめでとうございます。まあ、これがね、こんだけ売れてるということで、今後のですね、まあ、ドラクエシリーズは安泰じゃないのかなと思います。やっぱドラクエって売れるんだなということで、まあ、もちろんね、12年待ってる方もね、いっぱいいると思うんですけども、そこはね、安心してほしいなと思うのが、この間ね、X 年後の開発者たちということで、 BS の番組なんですけども、カズレーザーさんの番組で、堀井さんと中村さんがですね、出てたんですね。で、TVer でね、1週間見れるので、ちょっとね、他の動画で言いましたが、そちら見てください。はい、見た方が絶対いいと思います。いろんなこと語られたんですが、その中で堀井さんがですね、50周年、ドラクエ50周年まで頑張りたいなみたいなこと言ってたんだよね。で、2026年かで40周年になるのかなということで、まだまだ頑張ると言っていたので、カズレーザーさんもですね、ナンバリング頑張ってくださいって言ったので、まあ、50周年だと早ければドラケ13、14までは出るんじゃないのかなって思います。そしてその中にね、その間にですね、ドラケ 3HD2D リメイク 1&2、 そして天空シリーズね、あと7、8、9もそうですけども、出てくれたらね、ドクラクエファン、僕も含めてね、たくさんの方がですね、もう満足すると思う。ぜひですね、はい、頑張っていただきたいなと思いますんで、このやっぱね、売り上げこんだけ売れてるということで、初週ね、もうね、売り上げ、まあ、パッケージ売り上げのファミ通はパッケージ国内なので、まあ、全世界売り上げは初週はもう100万本は確実に超えてくるんじゃないんですか。で、まあ、時間かかりましたけども、オクトパストラベラーは HD2D の作品なんですけども、3年ぐらいでしたっけね、300万いってるので、目指せ300万。まあ、何年かかるか分かりませんが、言ってくれたら僕は嬉しいかなと思います。ということで、今回はですね、この辺で終わりたいなと思います。よろしければチャンネル登録、高評価などもよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。